襲撃計画などないと言っていたな。モノマネ新たな一面。襲撃計画などない。違うな。襲撃計画などない。練習してる。モノマネの練習はまた今日にしよう。誰も見られていないところだな。見られたら恥ずかしいんだ。僕見ちゃってますけど。襲撃計画について知らんかってるからか。それとも本当に計画なんてないのか。なんだか本当に計画がない気もするな。戦って負けた時には本当のこと言うんだもん。アサシンギルドを嗅ぎ回るなと言われた。上が怒ればただでは済まないともな。まあ、脅されたんですか。怖そうな人たちです。ねえ、ビゴード様には会った？付き合いを前提に結婚してほしいなどとほざいていた。あやつは何者なのだ。暇なのか。かなりの暇人だろうな。絶対。どんな人なのかもっと知りたいよね。みじんも知りたくない。私、ビゴード様情報を探してみようっと。聞いてないし。島にはすべて行ったんですね。ああ、だが決め手となる情報は得られなかった。ビゴード様情報はたくさんあったけどね。あやつは今度会ったら一息に。ダメだってば。アサシンギルドの連中は結婚式の襲撃計画などないと口を揃えていた。それが本当かは分かりませんよね。もう他に情報を探る手段はなくて。連中の一人は別の場所に本拠地があると言っていた。そこへ行けば何かが分かるかもしれないが、場所は聞き出せなくてな。あ、ビゴード様なら知ってるんじゃない。アサシンのファンだから。一理あるな。む、なんか嫌な展開。私、ビゴード様がどこにいるか知ってるよ。町の裏通りで聞いたから。あー、話がビゴードに向かってどんどん拍子。とは、聞きに行ったらいかがです。そうしよう。気は進まないがな。くー、またあいつと会うのか。ビゴードはどこにいる。あ、でもやっぱり知らない。ん？本当は知ってるけど、トワとビゴード様があったらもっと仲良くなっちゃいそうだよ。あんたどこまでビゴード好きなんですの。
ちゃんの気持ちも考えますと、とわちゃんがお約束してはいかがでしょう。うん、今度ビコードさんに何か言われたらお断りするって。確かにきっちりがっちり 100% 断ってやればいいのですわ。おお、二人ともなんていいことを言うんだ。恭一だよ恭一。これまでも断り続けてきたのだから、いいだろう。今回はより明確に断るためにカヤツの息の根を止めるとしよう。いや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 、真の像を確実に。いや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 、死んじゃったら意味ない。それはそれでやりすぎですわよ。断るとかいう次元を超えてるしね。そうか、ならば半殺し程度にしておく。違う、言葉で断ってくれればいいんだよ。そういうことか、理解した。じゃあ居場所を教えてあげる。ビコード様は今氷砂糖にいるって。なんか釣りとかしてるらしいよ。そうか、ならばドレイクと共に行ってこよう。私も後で行くね。アサシンギルドは襲撃計画なんてないと言っているそうですけれど、本当かどうかは分かりませんよね。ああ、今はとにかくビコードに会って本拠地を聞き出さねばな。気をつけてくださいね。ビコードが本拠地を知っているといいですわね。あ、それにしても釣りをしてるなんてビコードって人もお気楽極楽ですわね。なんかどうしてもぜっ、いお魚を取らないといけないんだって。絶対どうせろくでもない理由だろうな、あいつのことだから。とはビコード様のことやっつけちゃダメだからね。その言葉忘れないように努めるつもりだ。なんか頼れないな。気に入らぬ奴は無意識に倒してしまうかもしれない。だからダメだって、倒しちゃダメだって手に書いてあげる。そうしてくれ。ドレイク、このまま時との入れ替わりが続けば、いつか私もカヤツと対峙することになるのだろうな。カヤツ、僕のことだよね。苦手だこういうのは。いかに構えればいいのかわからん。会いたいとずっと思っていたのにな。あ、今気づきましたよ。まさか僕はトツとトワ二人にモテているのではありませんか。考えてみれば、僕は一人と結婚するにもかかわらず、そこにいるのは二人の上線。もしかすると私は逆にとんでもなく美味しい状況にいるのかもしれません。いや、これは間違いなくダレレーシャス。ドレイク、あ、つい素敵な顔に、もう戻りません。ビコードがいるのは氷砂糖か。求婚もしっかり断らねばならないが心配だ。え、思い切り断ればいいんだよ。息の根を止めてしまうのか心配だ。ああ、そっちの心配ね。本当に来たのか。もちろん。
今はトアなんだ。ダメだよ、ビコード様、やっつけちゃ。絶対ダメだからね。これはフラグか？フラグだな。ああ、君たち。ビコード様！様つけなくていい。わざわざ俺を訪ねてくるとは。口説きセリフが役に立ったの？羨ましいっす。来たのは聞きたいことがあるからだ。俺も言いたいことがある。私はアサシンギルドの本拠地を聞きたい。俺がいかに夫として素晴らしい俺かを話したい。俺やかましい。実は俺はこう見えても堅実なんだ。どんな風に？聞かんでいいから。実は俺の本業はな、ケーキ屋さんだ。本当は？今日はこの島で釣りをしていた。魚をケーキに使い、青魚フレーバーを加えるためだ。絶対まずいだろそれ。カムザの商店街に小さい店を持っている。商売は順調で堅実だ。どうかそんな俺と結婚などありえん。何？何じゃないよ、流れて予想つくから。今日という今日は断りとして息の根を止めてやろうと思っていた。え？だが、それはまずいらしい。言葉で断れと言われた。今までも断ってたっすけどね。何度も言わないとダメなのよね。うちのボス、人の話を聞かないだけに。ん？じゃなくて、思いが一途だけに。そう、そうなんだよね。ザレ事は金輪際許さん。約束できんなら今ここで召してやる。なんだこの胸のドキドキは。とは、僕は今ドキドキが止まらないよ。そりゃそうっすよボス。殺されかけてるだけに。君への胸の高鳴りだ。こうされても君への思いは止まらない。手をつけようがない。ならばもう一つ新たな知らせだ。聞けば諦めるだろう。お、トア頑張れ。私はお前が考えているような人間ではない。私とトキ、二つの魂が一つの体に息づいている。嫌いじゃない。むしろますますいい。トアもトキもまとめて結婚しちゃおう。ギャホー、カーワオ。うわ、結婚は僕がすることだ。逆に一人と結婚するのに二人いるなんて美味しいじゃないか。こわ、僕と同じことを。ててドレイク、話してやれ。え？思いは揺らがないのだな。とは、分かってくれたのか。とは？だが私には心に決めた男がいる。またまた。本当なのか。どんな男なんだ。その男のどこがいい。いえ、向かいと実は魅力がないだけに。ちょ、
ことではないのだ。本人にでさえ私のこの思いを伝えたことはないのだからな。とは本当に振られたってことか。一つ聞かせてほしい。どうしてアサシンギルドの本拠地を知りたい？連中は私たちの結婚式を襲撃する可能性がある。襲撃計画が事実ならば止めねばならん。そうか、なら俺が行ってくる。え、どこに？アサシンさんたちの本拠地に心当たりがあるんだ。なんだと？君には教えないよ。そうなったら僕がアサシンさんたちを倒してくる。僕だって君に押されてばかりじゃいられない。君のために、君たちのために行く。ただ一つ約束をしてくれ。僕がもし生きて帰ってきたら、その時は僕とのことを考えてほしい。そんなの考えるわけないじゃないか。そのような約束はせん。ですよね。いや、君は考えてくれる。君は結局僕に一度も手を出さない優しい人だからね。お前たちは残れ。どこまでもついていくっす。仲良しだけに。ダメだ。見せな。頼んだぞ。見せてあげるよ。僕もやるときはやるってね。じゃあね。あれ、とはもう一押ししないの？あいつとの結婚なんて考えるわけないって。これじゃあ本当にトキとトアはあいつのものに。